J コムからお届け、中野人図鑑。さあ始まりました、 J コムがお届けする全国ご当地人図鑑の中野バージョン、中野人図鑑。番組 MC を担当しますブル中野です。よろしくお願いします。この番組では毎回中野区で活躍される方をご紹介して、いろいろな話を聞いていこうという番組です。さあ今回のゲストにお越しいただいたのは、ビール大学の学長さん、山本義道さんです。はい、中野の南口レンガ坂でビール大学というお店をやっている山本義道と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの大学っていうか本当に大学かと思ったお店なんですね、はい、お店の名前がビール大学っていう。そうです、はい、名前なんですね。オープンした当時はカルチャースクールだと思われてました。ですよね。飲食店なんですけど、いや、はい、私本当に通おうと思ってましたけどビール大学ってあんのかと思って、はい、はい、分かりました。さあこの番組では3つのキーワードからゲストの人生を紐解いていきます、はい、今回のキーワードはこちら。まず1つ目、ビール大学ってどんなとこ。2つ目、ビールに魅せられて。3つ目、中野の観光スポットに、ということなんですけども、まず1つ目、ビール大学ってどんなとこ。今聞いちゃいましたね、うん、すみません大学ではないんですね。これはどういうところなんでしょうか、はい、詳しくお願いします。ビール大学っていうのがですね、あの飲食店なんですけれども、はいはい、同じビール一つでビールの味わいを継ぎ方で変えていくっていう、ね、すごいお店なんですね。で継ぎ方だけで味わいを10種類以上に変化させる。変えられるんですか。はい、お店です。すごいじゃないですか。じゃ あの素材っていうか元ではかからずに、かからずにというか追加だけでいろんな味に10種類にしちゃうんですね。そうですね。すごい、はい、魔法のような手。そう、もうメニュー持ってきたんですけど、あらこんな感じで。これ何ですかこれは、はい、こんな感じですね。継ぎ方、同じビールなんですけど、はい、この継ぎ方がいろいろあって、はい、まあ、イメージとしてはこう継ぎ方の技名みたいな感じ、ね、技名、はい、教えてください。技いいですね。技ビール大学継ぎとか、同じビールなんですけれども、ビールサーバー2つを使ってこう味わいを10種類以上に変えていく。2つ、はい、すごい。今の現代のサーバーと昭和8年当時のビールサーバーを復刻したもので、違うんですか、その出るホースの太さであったりとか、蛇口の形が違うと出る勢いが違うので、あ、はいはいはい、爽快継ぎってこれはね、夏向きの、夏向きの爽快、はい、同じビールなんですけど、あ、外で飲んだら最高だなとか、こう、あー、そうかそうか、バーベキューの時に飲みたいなみたいな、そういう飲み口になるような継ぎ方。いいですね。じゃあ冬は爽快じゃない継ぎとかあるんですか冬はだからどちらかというとこのナダコロンビアの味わいが出るような、味わいが、あ、そう、いろいろあるんだ。この何ですか、ミルコ。ミルコっていうのが泡だけの。泡だけ、はい、ちょっとこれもずっと見ていたいですけど、こんな感じですね。泡だけの。知ってますよ、これ本当にミルコって言うんですか、はい、これミルコっていう泡だけのビールで、うちの店ではケンビーって言ったんですけど、はい、たまたまケンさんっていうお客さんがいて、はい、泡しか飲まなかったんですね。なるほど。でうちとしては得なのか損なのか、ガスをすごい使うんですよ、はい、でもビールはちょっとなんですよ、はい、どっちが得かなと思ったんですけど、どうなんでしょう、どっちが得かな。得なんていうか、普通にビールを7-3で、はい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 、普通泡の3、はい、ビールは7って7-3ってなってるじゃないですか、はいはい、大体普通はね。でもそれを泡だけにするとってことですね。そうです、大体ね、液体に戻るとね6割ぐらいの量ですね、はい、なのでまあ量的には、量的には少なく、泡の方が少なくて済むんで値段がちょっと安いっていう。そうか、はい、そんな感じですね。だけどなんかその人が言うには、泡の方が酔っ払うって言うんですけど、それ本当ですかね。泡の方がね、アルコールの摂取量はトータルでは多くなります。アルコール度数は変わらないんですけど、あの人酔っ払ったのに合ってたんだでそう、チェコで継がれている継ぎ方ですね、はい、チェコだとこういう継ぎ方がある。チェコはみんなこの泡なんですね。みんなというかね、ピルスナーウルケルっていうビールがあって、うん、そのビールを継ぐお店がこのミルコっていうのをやってるんです、ね、泡も美味しいんだよっていうのを。あ、すごい面白い。体験してもらうような。でも、うん、あ、ここではそのビールではないんですよね、違うビールで。キリンラガービールです。で、はい、1個で。うわ、面白いな、これ。いろんな継ぎ方で味もちょっと飲み方も違う、はい、
まあ値段も違うっていうのは面白いですけどそう、これの飲んでいくと同じビールでもこんなに味が違うんだっていうのが体験できるので、自分がねビールのどういうところが好きなのかが分かってきます。炭酸感好きなのかとか、あ、麦の甘みが好きなのかとか、面白い、ホップの苦さが好きとか、そういうのがね分かると。こういうビールの継ぎ方で味を変えるみたいなお店は継ぎ分けまだまだ全然日本にも数える程度しかないですね。面白い、ちょっとその技術をね見てみたいですけども、 いいですか今日は。今日はじゃあ、ビールをご用意しましたので。 ありがとうございます、出たキリンラガー。おじゃあ早速、こんないい仕事あっていいんですか。飲めます？飲めないんですけど頑張りますじゃあなんか2種類違う継ぎ方をで、缶ビール入れるときに、今プシュってやって終わりましたね。ちょっとだけねガス抜いてあげて、いきなり圧力変わるとね中の炭酸が暴れて泡立ちやすくなっちゃうんで、バーってなっちゃう。ああそうなんだ、初めちょっとだけプシュして置いとく。そうですね、本当だ、大人しくなったこいつ。2つの継ぎ方するんですけど、入れ方ちょっとコツがあって、缶の頭の部分が下に下がると液体ドボドボっと出るんですよ、なのでここを動かさずにお尻を上げてあげるイメージ。すいません、ごめんなさい、全然意味わからなかったです。ここの部分が動かず、お尻の方が、お尻を上げてここを下げないってことですね。そうです、そうするとね、キメの細かい泡が作れます、ね、あれじゃないですか、ミルコになってないですか。これまたミルコともちょっと違うんですけど、また違う、こうやって泡を作って泡が液体に戻ると、液体の方に麦の甘みがどんどん溜まっていくんです。アイスコーヒーにガムシロップ入れるじゃないですか、そうするとガムシロップって下に沈みますよ、糖分重たいので、泡から液体に戻るときに下に甘みがたまるからここにコクが出てきます、なんかこの本当は泡を出しちゃうとアルコールが飛んで、あのなんつうんだろう、あんまりこう美味しくないのかなって思ってたイメージがあったんですけども、そうですよね、そうじゃないんですね、はい、これで蓋をしながらどん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 こう液体、甘いところが下に落ちていく、そこが出る、コクが出る。でこっちは泡の方は甘みが下に落ちるので、もう一個の原材料のホップの香りと苦みがしっかり残る感じですね。うわ、なんか一個のビールで得しちゃいますね、またさっきの焼き方でピシューやっといた、その後 でこれはもう一つの継ぎ方、1回で継ぐ、一度継ぎという継ぎ方ですね。これまた早いですね、はい、あ、グラスのこの回るようになんかこう入れてる感じがしましたね今。ぜひじゃあこれを飲んでいただいて、こっちを先に私が、はい、どうぞどうぞ、はい、いきます。でもこれヒゲになんないですか、泡が。いただきます。普通に美味しいですよ、炭酸感が弾けるような感じで、いやちゃんと飲まなくちゃと思ったから、でも鼻に来るなと思ってましたよでこれ今2回目はそーっとついでいった感じ、さっきよりも泡がちょっとこんもりしてると思うんですけど、じゃあいただきます。じゃあ味が違うかどうかっていうのをちょっと確かめたいと思います。はい、あ、まろやかですね。そうなんです、これで同じ缶ビールとかでも継ぎ方で味が変わってくるんですけど、あとちょっとだけ残ってるんで缶のまま、このまま、はい、また味が違うんですかね、一番なんかこうピリピリしてるというか、はい、私が一番これがなんか仕事終わりの味がしました、そう、瓶ビールとかバーンって一番ビールってイメージ、なんかすごく喉乾いてる時にこれ行って、でちょっと一杯終わった後にこの美味しいビールを飲みたいって感じですね。そうですね、あ、すごい、全然違うんだ。同じビールでもこうやって継ぎ方で味が変わってくるので、家で缶ビール継ぐ時もなんか缶ビールね、なんかサーバーじゃなくて、缶ビールでもこんだけ違うんだったらすごく嬉しいですよね。そうなんです、今日唐揚げだから炭酸感強めにしてみようとか、お刺身だからちょっと優しめについでみようとか、そういうの試してみると晩酌の幅がずっと広がります。家で楽しい、寂しい人みたい、家で楽しい、いや家で飲む時ね楽しくなると、なんていうんですか、嬉しいですよね。スーパーとかで売ってるじゃないですか、このビールをこういう継ぎ方してみようみたいな思うだけでも陳列棚が宝石箱みたいに見えてきますから、すごいなんか
テレオンショップみたいな大丈夫ですか、今ならこれがついてきますみたいなすごいですね。 でもあの一回とにかくお店に行ってみたいと思いました。あ、ぜひ。でいろんな継ぎ方をまず自分で飲んでみて、あ、家でもこうやってやってみようとかって。そうですね。でこれできなかったんだけど、これどういうふうにすればいいんだろうってまた聞きに行ってもいいですよね。はい。わあ、すごい楽しみです。いや、よかったです。でもこれって本当に自分がビールが好きじゃなかったらなかなかこう覚えらんないじゃないですかね。例えばお酒が飲めない人が、はい、あのサーバーっていうのはちょっと難しいですか。はい、実際僕はお酒が飲めないんですよ。嘘。そうなんです。で、どうやってあの味見っていうか匂いとかですか。味見はしてないです。統計学ですね。継ぎながらこの角度で、うん、この速度でビールを出した時はこの味になる。全部計算なんだ。はい。でそれを飲んでもらった人たちの感想の中で、どうしても一番多い、いい意見っていうのが出てくるわけですよ。だからこのビールのイメージはこの味っていうのを作っていく感じです。その方が難しいと思う。いや本当に飲んで全然違うとかがすぐ分かればあれだけども、はい、そうじゃなくて速さ速度全部計算の中で、あと統計ですね、みんなが言った意見を全て取り入れての答えなんですよね。そうですね。その方が出ないですよね。逆に、はい、お酒飲めちゃう私とかがもし練習したら、うん大丈夫だって、1杯目は大丈夫ですよ、はい、2杯3杯飲んでったうちにだん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 味が崩れていっちゃってお客さんに提供するときにもう違うかもしれない、違う味になっちゃってるかもしれないです、はい、名前も変わってます多分なんちゃってなんとかとかね、そういう風になっちゃってますよね。なので、うん、温度の管理の仕方とか、あ、やっぱそういうのも全部、はい、グラスのメンテナンスとかビールサーバーのメンテナンスとかを常に一定の状態、はい、お店の温度も一年中24度のまんま、うん、エアコン切らずにずっと同じ温度になってたりとか、ずっと24度、はい、でもやっぱりお客さんが入ってきてちょっと暑くなったなと思ったらちょっと下げたりとか、そうですそうです、ちゃんとなるように、はい、すごいですね。2つ目のキーワードに行ってみたいと思います。ビールに魅せられてということなんですけども、もともと日本さんはあの中野のご出身ですか。そうです、中野生まれの中野育ちで、もう中野が大好きなんですよ。大好き、中野に育ててもらったような、そんなイメージですね。いやでもみんなねそういう人多いですよね、本当中野のことをみんな好きすぎて、はい、みんなそう言いますね。そ、中野の人たちは中野の人たちはそう郷土愛が強い、ちょっと個性が強すぎるような人たちが多いぐらいですけど、うんうん、でもそれぐらい中野大好きなんですね。中野大好きですね。なんか素朴な感じがしてすごいいいです。でもそのお店をもともと中野でやろうっていうのはやっぱりその中野生まれ中野育ちっていうのがまあ一応原点にあり、はい、中野のこれは南口でやられたんですか。そうです、お店は中野の南口にあるんですけど、もともとずっと中野の酒屋さんで勤めてたんですね、はい、会社員として、はい、でその時にビールのことをメンテナンスしたりとか、うん、それを飲食店さんにもっとこうやったら美味しくなりますよとか、こういう洗浄の仕方しましょうとか、夏場泡ばっかりになるんだよねっていう時に、じゃあビールサーバーこういう風にしてみたらいいと思いますよみたいのをアドバイスするためにずっとビールの勉強をしてたんですよ。でどん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 ビールにのめり込んでいって、自分でもこう今度は一般のお客様にビールの魅力を伝える仕事をしたいなと思って、自分が、うん、はい、飲食店をやりたいなっていうのが原点ですかね。南口なんですよね。そうです、たまたま中野駅の南口を選んだのも、もともと中野区観光協会、結構この中野人図鑑に、はい、ゲストで来られてる方、はい、はい、ブルさんも観光大使で、はい、そうそうそう、中野区観光協会が立ち上げた頃に、はい、あの地域のマップを作りましょうみたいな、はいはいはい、よく作ってますよね、はい、あったんですけど、うん、それに参加してたんですね。そうなんですか。じゃあ、はい、大先輩ですね、私よりも観光協会に。大先輩といえば大先輩です、はい、エバルナ大先輩ですね。そうです、本当に今区長になった酒井さんとかが、はいはいはい、その最初の頃のスタッフで、一緒にやったんですか。そうです、飲食店さん巡って、まあ、一番最初作ったのは入りにくいお店を紹介しよう。面白い。老舗のお店とかで、うん、ここちょっとガラッて行きにくいよねっていうお店がどういうお店なのかみたいのを紹介しようっていうので、うんうん、自分たちがお気に入りのお店とかを
わあ、それ全部あれして、はい、でそれどこに置いてあったんですか？それってそれはもう観光案内所とか、あとは駅の、うん、あの、はい、チラシが置いてあるラックとかに置いてあって、はい、今はもうウェブでしかないかな、路地裏マップっていうのを最初に作って、うん、あ、面白い、ちょっと調べてみます、はい、路地裏マップ、その後大学生が来た頃だったので、はい、その大学生向けの新生活応援マップみたいな、いろんな不動産屋さんが載ってたりとか、ラーメン屋さんが載ってたりみたいなのとかをやったりとか、うん、あ、そうか、ちょうど大学がじゃあ来た頃もやられたんですね。そうですね。でもそういうマップを作ったりとかをされてて、はい、そこで南口になぜまた、でマップを作っていくうちに、はい、商店街の人たちとどんどん仲良くなっていって、はいはいはい、で今度はじゃあ商店街の町おこしをするようなイベントをしようって言って、うん、バルイベント、バル、はい、街中のバルっていうのを、はい、前にも多分中野人図館に来られていると思うんですけど、はいはい、そう、東中野の、うん、はい、を立ち上げたんですね。あ、それがじゃあ初めてだったんですかね、もしかしたら中野では。はい、そうなんだ、すごい。でそれが南口スタートで、はい、南口でも何回もやって、こう6回か7回ぐらいやったのかな、うん、はい、でその時に南口にすごいお世話にもなったので、うん、自分がお店を出す時は恩返しの意味も込めてここでお店をやりたいなっていう、南口にしようと思ったんですね、はい、あえて北口じゃなかったんですね。その、そうですね、バルをやるのも北口じゃなくて南でやったんです、はい、まあ、言ってもね、北口って飲み屋がいいっていうイメージが強いんで、うん、はいはいはい、普通にお客さんがわっと流れる、うん、とりあえずあっちを探そうってなるんで、うん、南口もすごい個性的ないいお店がいっぱいあるから、ね、はい、それを紹介したいなっていうのがそこからバルイベントの、そう、元々です。3つ目のキーワードにいきたいと思います、はいはい、中野の観光スポットにということなんですけども、はい、詳しくお願いします。そうですね、まあ、さっきの話でも出たんですけど、うん、はい、中野の南口で、まあ、恩返ししたいなっていうのが一つあったのと、うん、はい、うん、まあ、ちょっと特色のあるビールを継ぎ方で味わい変えるっていうお店なので、うん、そういうのでこう、あ、中野に行ってみたいなっていうお店に育てたいなっていうのがもともとあって、うん、でそれが恩返しの意味で一番お世話になった南口に、はい、南口、外から来た人たちがいっぱいうちで飲んで、うん、そのままいろんな飲み屋さんとか巡ってくれたらなっていう思いがもともとあって、観光スポットになったらいいなって思ってはいますね。まずは自分の店来いって言ってて、ね、まあ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 、まあ、まあそこはもうもちろん、いやでも、はい、あの継ぎ方で味が違うとか、はい、名前も違かったりも値段も違かったりとか、すごく面白いですよね。そうですね、その11種類本当は全部制覇したいけど、多分1回では行かれないと思うから、はい、もう何回も通いたいっていうふうに思う店だと思います。そうなんです、すごいと思います。3杯ぐらい飲んでくると、うん、美味しかったやつがどれだったか忘れちゃうらしくてじゃあもう一回最初からみたいな、そう、もう一回来てみたいな、この間美味しかったのちょっと忘れちゃったんで、それの繰り返しですね。いいですねすごいリピート率が多いの分かんなくなっちゃった。あっという間にお時間になってしまったんですけども、はい、聞きたいことは本当にまだまだありますし、飲みに行きたいと思います。中野ジェイズ館ではこれからも中野区で活躍される方をどんどんご紹介していきますので、お楽しみにしていてください。山本さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ビール大学頑張ってください。はい、ありがとうございます。行きます。